財務省は来年度予算の概算要求基準で成長分野に優先的に予算配分できる特別枠を設けます。概算要求基準とは各省庁が翌年度の予算を要求する際のルールのことで、財務省が毎年夏に策定し財政の拡大に歯止めをかける狙いがあります。政府は来年度の予算編成で成長分野である環境分野やデジタル、地方活性化、子育て支援について優先的に予算を配分できる特別枠を設けます。政府は6日の経済財政諮問会議で概算要求基準の大枠を示し、7日の臨時閣議での了解を経て8月末までに要求を締め切る方針です。